木道と落石岬灯台落石岬は、北海道根室市の根室半島の付け根に位置し、太平洋に突き出た岬。1643年、オランダの探検家フリースが根室を訪れた際、落石岬を見て、マンスホーフト岬と名付け世界に紹介した。落石岬の海岸線は高さ約50メートルの断崖絶壁になっているが、岬の内陸部は平坦な台地になっており、赤蝦夷松純林の落石岬湿原が広がる風光明媚な場所である。岬の先端まで散策道が整備されている。周辺は別名水苔湿原とも言われる。1930年に樺太やカムチャツカ半島に見られる堺ツツジが落石岬湿原で発見された。その南限自生地として国の特別天然記念物に指定されている。北海道の最東端に近いため、太平洋を航行する船舶にとって大きな目印で、落石岬灯台が設置されている。1890年に落石岬灯台として建設されもので、これは北海道では10番目の灯台である。1977年より無人化されている。1994年には気象観測や大気の採取、分離、測定などを行う国立環境研究所、地球環境研究センター落石岬ステーションが建設された。1995年10月より地球温暖化に関連するとされる二酸化炭素の濃度や大気微量成分を観測し、データを公開している。岬内は環境保全地域になっているため車両の乗り入れが禁止になっており、車止めに駐車して 2km 程度の木道を歩くことになる。1908年12月26日、逓信省の落石無線電信局が船舶局との公衆通信を取り扱うために開業した。その初代電信所の位置は落石岬の南西端である。特に北米航路を航行する日本船籍の商船にとっては日本と電報を交換し、また航行情報を伝え、西部北太平洋を守る最重要海岸局となった。1913年1月1日、長崎県の大瀬崎無線電信局ジアスの末尾、Sと落石無線電信局ジョイの末尾 I が単点で一つしか違わず紛らわしいため、JOC。ジャパンアッチシーに変更された。1915年6月15日には、落石無線電信局 JOC とロシアのペトルパブロフスク局間で公衆通信の取り扱いを開始したが、これが日本で最初の外国電報サービスだった。1916年1月10日、ハワイのカフク局との超遠距離となる通信実験にも成功している。1919年9月12日、北千島のバラムシル無線電信局 JHJ が置かれ、落石無線電信局 JOC との公衆通信の取り扱いが始まった。バラムシル無線電信局 JHJ は、夏季のマス漁シーズンに限定して通信拠点として開設され、無線通信士は主に落石局から派遣された。1923年12月21日、無線電信局を距離を離した。送信所と受信所に分けて二重通信方式とした。送信所は岬先端にあった旧電信局から北東へ 2km ほどの場所に移転させ、また受信所は根室市葛城とした。1925年9月15日にサンフランシスコに向けて横浜港を出た晴海丸に乗船している逓信省の伊藤豊技師と長津忠通信初期が持ち込んだ短波受信機に向けて、日本ではまだ黎明期にあった短波の試験送信を行ったのも、ここ落石無線電信局 JOC である。短波の実験施設としては、東京無線電信局の J1AA、逓信管理練習所無線実験室の J1PP に次ぐ3番目である。1931年には、チャールズ・リンドバーグの北、太平洋横断飛行の際に更新を行っている。1960年代までは、落石無線電報局 JOC から発せられたモールス信号を日本から最も近い海域を航行中の船舶が受信。それが数隻の両船を経由して、遥か地球の裏側を航行する船舶にも、日本の最新ニュースや会社からの指示が伝えられたものだという。1966年、札幌中央電報局に統合された。落石岬入口付近に働く石務選挙区跡の石踏みがある。ありがとうございます。